アフリカ、アフリカ、アフリカ、アフリカ。おお、はようございます、ヨナ君。おはよう、バルメ。朝の体操しませんか？浅くても何度も。うわ！ジャンプしてはおしまい。これははしゃぎもするだろう。外から来たのさ。え？リリスケ何してんだ？彼らは今後リリたちの仲間になるかもしれません。いけません。こういう方は絶対にダメです。風紀を乱します。ふん。こういう方も一応ダメです。一応ベル様のことです。何がどうなるか分かりません。一応ダメです。一応。イーシャちゃん、おはよう。一緒に学校行こう。なんだその格好は。お、こんな腹筋バキバキの病人がいるか。15歳。絶対ついてくるな。はい、お嬢様。15歳。そう、うちと情報同盟の間で捕虜にした人質とそれに見合う対価。俺そういうゲーム知ってる。俺もババ抜きっていう。正解で、今度は情報同盟がババを引いてくれるってわけ。そんな感じで同志は四大勢力をあちこちたらい回しにされているのよ。いいじゃねえかよ。NK 細胞てめえ何の用。悪いわね、いいクッションがなかったもんで。やっぱりね。こいつただのウイルスじゃないわよ。まだ仲間がいると思うから。ミカゲちゃんを傷物にした覚えは。てめえがミカゲを手ごねにしたかどうかなんて問題じゃねえんだよ。忘れたわけじゃねえよな。天下の往来で私が手ごめにされただなんだと大声で、しかも路上で喧嘩とは。うちの看板にまで泥を塗る気かよ。東京都からお越しの総流員明美さんです。あ、これはすごい見事な倒立です。すげえ、全然ブレないよ。これは倒立腕立て伏せです。すげえ。正解。そもそもは新人組織での重鎮の一人よ。しかも国際的な影響力が高くて。同志のは宗教というより思想、哲学に近いからね。ただそのせいでお膝元の新人組織からは浮いた存在ってわけ。なるほど。あんまりジロジロ見てんのバレたらマジで殺されるぞ。惨殺。そう、最大の問題は凶悪ボディの持ち主がマジで凶悪ということ。それが俺のアプローチ。話はそっからだぜ。あれはあれ、バカか。あいつはそんな痴漢まがいのアプローチじゃ。スケベアール。今ねえ、俺には見当たりなだめ。私ファイッアイ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 。もう一度雨も赤いない。
島に小エビも泳いでる。サビスレムスマンサシラニザシトモンスターズ。ゴーシャ様。逆に同志が入り込んだ国は思想をばらまかれると面倒だから。だから新人組織としてはあんまり自国にはいてほしくない。でも人気のある指導者の一人だからメンツ上は保護したい、そういうことだから。今回の人質交換会は新人組織も遠巻きにしながらオブジェクトで監視してて。お任せください。は、私がお嬢様と一緒に学校に通い、キーの目を全て引き受けます。5分で連行されますよ。疲れた。あ、綾華、お前ボクサーだったのかよ。ボクシングは親父に無理やり習わされただけ。たまったもんじゃねえよ、まったく。あれ、綾華、お前腹筋すげえな。あ、そうか。別に大したトレーニングはしてないけどな。まだやってんのか。だがあれじゃ物足りないだろう。これぐらい軽いだろう。いや、超重いっす。初めて会った時はトゲトゲしく周囲を隔絶していたお前が、こともあろうに遺伝で受け継いでしまったお前は人類初の特異な存在として孤独な生き方をしていた。速度を上げてください。追いつかれます。ユキナさん、圧力制限を解放します。めったにないと思ってね。絞ってるし、階級制の競技ね。剣だこが目立つからボクシングじゃなくて空手だと思うわ。すげえな、アケミ、将来探偵になれるぜ。あ、お嬢様。なに、とりあえず脱衣所にあったのをお借りしたんですが、サイズが。じゃああっちのおっとりしてそうなお姉さんは。筋肉量がすごいわね。特に背中と二の腕、引きを使う競技、柔道かレスリングの経験者じゃないかしら。モチベーションが上がってくるな。私も負けないように頑張ろう。その訓練のきつさは女の私さえ腹筋が割れるほどだった。同じ女である鴨居は私よりはるかに見事なシックスパックだった。201202。良い相馬を吸うためには良い腹筋。目指すは6つに割れた腹直筋だ。204。お嬢様、いやー。今日はその格好で来たんですか。はい、近所の人にはお仏を見るような目で見られました。ですよね。でもこれはお嬢様のためなんです。なぜならお嬢様に必要なのは同年代のお友達だからです。たっぷり笑ったら元気出たわ。食らえ、フルチャージ。